ララララただいまの時刻は8時ぐらいにメマに朝起こされます。聞こえる？こんな感じで朝泣きみたいな感じで起きてーって起こしてきます。じゃあ一日頑張りましょう。はい、こんな感じでございます。おはようございます。ネマちゃん、ネマにご飯とお水をあげます。お水はもうね、入れた。ネマは小型犬なので、この半分が朝ごはん、夜にもう半分あげて、1日でこの袋ぐらいあげます。ね、ネマ、へい、OK、グーグル。あ、グーグルじゃないかな。飲み物を準備します。カフェオレ大人のほろ苦ってやつって、ティファールが沸く前にこのと食洗機にかけておいたものを一気に片付けちゃいます。はい、箸がめっちゃ多いで、洗い物があったらもう洗い物食洗機に朝から突っ込んじゃいます。結構洗い物ってすぐ溜まりますよね。お、油断するとすぐ溜まります。これをね使ってます。キュキュットの食器用洗剤の粉。よし、8時54分でいろいろ片付けたりとかやると、結局なんか行動しっかり開始するので1時間後な気がする。いつなんか向こうの洗面台だと顔が黄色く映るし、なんか幅的に入りきらなくてこっちに来ました。まあでも朝実際はこっちで、こっちの机にヒースフリーとかが置いてあって、こっちの机でつけることが本当多いですね。だからこっちの方が普段通りっていうか、こちらイニスフリーのなんだっけ、乳液タイプ。なんかこれ使ってみて実際どうですかみたいな、口コミ教えてくださいみたいなコメントいただいたんですけど、実際すごい水分量が、肌の水分量が上がった気がして、3回ぐらい入れ込んで乳
乳液たっぷりつけて寝ると結構次の日もちもち肌の調子がいいみたいなことが多いです。まあ、これをつけてるからニキビができにくいとかそういうのは分かんないんですけど、肌の触り心地がすごいなんかこう良くなった、私の肌に合ってるなって感じるので、結構これは朝も夜も、まあ、特に朝に使うんですけど使うことが多いです。今日はサンマルクのパンがあって、じゃん、こちら昨日ねまだね食べ終わってないサンマルクのチョココロネがあるので、それとスープとって食べたいと思います。朝モーニングルーティーンってこの喋っていいのかなまあいいか。わかめスープあるじゃないですか、市販で売ってるやつ、私大好きなんですけど、このわかめスープをまずお皿に入れます。こんな感じね。そしたらこの小秋春雨っていう春雨があって、こんな感じの1回分がこう丸く小分けされてるんですけど、これをここに入れます。もう朝はねこれだけで全然食べれる。でこれだけだとスープ用の味付けだからちょっと薄いんですよ、こういう麺を入れるには。だからもうちょっと濃くします、味を。まあお好みなんですけど、こうね胡椒入れたりとか塩胡椒入れたりとか塩入れたりとかします。私はやったらこれを入れて出来上がり。これとパンとこれで朝ごはんです。今日結構このスープ美味しいんですよね、わかめスープ。いただきます。Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night.I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Maybe all we need.歯磨きします。続いてはですね、動画をもうあの準備メイクとしてメイク記録っていうのを撮ってて、今日もそれを撮りたくて、今回はナーズでね、ナーズ縛り的な感じで撮りたいと思うので、ここからは一旦動画撮影に移りたいと思います。はい、動画撮り始める前に、動画撮り始めますって言ってから撮り始めるまでが長すぎるんですけど、まあ、いつもこんな感じでね、時間を押しまくりながら日々頑張ってるな。下手すぎないじゃん。新しくこうなんか携帯をちゃんと立てかけておける三脚を買いました。これでちょっともっといっぱいね、毎日ファッション、今日のファッション的な写真をねインスタに上げれるように買いました。外で自分で撮れるように、ちょっと恥ずかしいけど頑張って自分で自撮りして撮影してインスタにねもっと服をあげたいと思ってます。撮影してる横でちょっと携帯を回してこんな感じで撮影してます。素敵なね風景も撮ります。これいくらだったっけかな、そんな高くなかった気がします。で今日は朝からモーニングルーティーンなのかな、 Vlog かな、1日密着かな、なんかそんな感じの朝から
画を回してます。はい、本気のね猛ダッシュをしてるんですけれども、これはあの撮影をね時間を忘れてしてしまっていて、打ち合わせをね見事もうギリギリ、むしろあの遅刻するんじゃないかみたいな状況でもう猛ダッシュしております。もう本当にね時間って本当あっという間。今日は2つ打ち合わせがあるので、その1件目に行きたいと思います。見てください撮り方。だいぶ近い。そうですね、で確認とか。はい、ということで、これはね私がネットで運営しているキップルっていうブランドのねオリジナル商品の打ち合わせで、これがね第3回目ぐらいで、だいぶ理想の形に近づいてきた感じなんですけど、まだこちらで決定せずにですね、また直しをお願いしている段階ですね。はい、なかなかもう職人さんに作ってもらっているんですけど、自分のね気持ちをこう相手に伝えるっていうのって難しいですよね。職人さんと私の間に挟まれている会社っていう感じなので大変だなと思いつつ、しっかりとね打ち合わせを重ねて、いいものをねより良いものにしていこうっていうことで頑張って作成している途中です。楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。なんかいい感じの楽曲を作ってくれる、もうすごい才能がある、昔から音楽やってる方で、先輩みたいな感じ、年上なんですけど、そう楽しみ、めっちゃ久しぶりに会うんですよ。私が高校生の頃制服着てる時に、なんかライブハウスとかでよく会ってたお姉さんですね。じゃあそろそろ行きたいと思います。携帯がここにあるんだと。いつもやっちゃうんですよね。いつも携帯触っちゃう。めちゃめちゃ何を探してるんだ。コーディネートの洋服も取って、打ち合わせも2件終えて、今からお家に帰りたいと思います。はい、まあね、コーディネート最近あんまり取ってなかったんですけど、なんか人に取ってもらわないと自分ではなかなか取れなかったんですけど、ちょっと人がいなくてもね取れるようになりたいなっていうことで、はい、このセルカ帽を買ったのでもっと更新頻度をねコーディネート紹介をしたいなと思います。はい、ということでお家に帰ってまいりまして、もうねバッタバタで、ナーズの動画の締めを撮って、今洋服を着替えました。作りたい動画の雰囲気によって洋服を変えてます。このねリップをレビューするんですけど、可愛らしいっていうか春っていう感じのリップで、シースルーな感じで挑ませていただいております。これはね最近買ったやつで、アダムエロペっていうところで買いました。これね襟がついてないタイプなので、インナーとしてこう締めて、なんかちょっとこうインナー上になんか着ても可愛いし、もう開けてこう羽織みたいにも春っぽく着ても可愛いかなと思います。なんかまだ今携帯で撮ってるんですけど、携帯で撮るの慣れてなさすぎて、なんかどこ見ていいんだかいつも以上になんかふわふわしてるんですけど、では2本目の撮影をねしていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、なんと私
の動画で初めて出てくるブランドなんじゃないでしょうか。じゃじゃーん、春らしい格好をねしております。はい、これアダムエロペっていうところのシャツです。3月買いました。また3月の購入品紹介でね詳しく紹介したいと思います。動画を撮り終えまして、動画撮り終わったらね、ちょっとの間はねぼーっとする時間が必ずありますね。ちょっと床もすごいコスメだらけで汚いし、動かなきゃいけないんですけど、ずっと喋ってると疲れるんですよね。楽しいんですけど、だからちょっとふーって感じで携帯をいじりながらゴロゴロしておりました。ただいまネマと一緒に今日は編集をね急いで終わらせたいと思います。カラーリップめっちゃ可愛いですね。なんか新しい自分になれた気がした。今回の動画すごい、なんかいつもと違うカラーをいっぱい紹介したんです。これは01番のカラーなんですけど、詳細はまた後ほどあげたいと思います。後ほどっていうか今度っていうか、編集に移ろうと思います。頑張る。片付けて準備して今編集をね再開じゃないかスタート、まあもうさっきからしてるんですけど編集しております。編集はねあんまり得意ではないんですけど、編集は割とね好きな方なんです。撮影も好きだけど編集の方が好きかも。ということでどんな感じかっていうと、こんな感じでいっぱい歴代の、まあ、編集してないのとかもあるんですけど、編集も見たことあるやつとかも入ってるかなっていう感じです。私は iMovie で編集してます。無料のソフトでこれを入れてみたいな感じでねやってます。はい、はい、もうね時間がだいぶ経って、もうリップの色もだいぶ落ちちゃったんですけど、ただいまの時刻は9時28分。書き出しが終わりません。ちょっとね私のね MacBook Pro がね古くて、なんかもうね本当に分かる、このパソコンの音聞こえます、ブワーって言ってるんですけど、だから新しい MacBook Pro 欲しいんですけどねって感じです。はい、書き出しをしてるということは後半に差し掛かっております。あとはサムネイルを作って概要欄を書いて終わりです。もうちょっと頑張ります。てか今日ねほとんど携帯で撮ってるから、ちょっと画質がだいぶ悪いかもしれないな。この動画はお酒飲みたいな。もうだいたい編集終わったりして一件落着したら梅酒かハイボールをいっぱい飲んで今日も終わりっていう感じでお風呂に入ったりとかします。はい、あでも結構書き出しいい感じかも。さっき一回書き出しできませんってなって一回電源切ってもう一回今やってるんですけど、もうちょっと、もうちょっと、そんな感じで私は日々バタバタと、もう今日ね 2,3 回走った気がする。動画回したのは午前中回したと思うんですけど、確か走ってるところ途中のカフェからカフェに行くところも走ったし、結構ねダッシュが多い。マルジェラの靴ごめんって感じなんですけど、あちょっと待ってね、なんかめっちゃもうあの夜の光で、夜の光っていうか照明を焚いてないのでこんな黄色い顔なんですけれども、ということでこんな感じでですね、私の一日は、やっと終わりました。ただいまのちょっと何時ですかね、何時だ、10時41分です。毎日いろんなね新しいやることがあって、毎日楽しくこんな感じでダッシュしながら生きてる感じでございます。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またねインスタグラムやツイッターもやってるので、よくインスタライブとかもやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。